2005年国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。シトラスパークセトダは広島県尾道市の育地島にある公園。2021年現在休園中。柑橘類を中心とした農業公園系テーマパークとして会場。現在は健康をテーマとした公園としてリニューアル工事を進めている。 敷地面積約12ヘクタール。西瀬戸自動車道、陸地島南インターチェンジの北側斜面に立地する。そもそもの発端は、向島、因島とともにこの地域の主要産業で不況を受けやすい造船業に変わる新たな産業として観光業に着目し、広島県により考え出された園芸ベルト構想から始まる。この構想時点で、島並海道は、 開通前で、向島に洋蘭センター、因島にフラワーセンターが開園し、そして1991年陸地橋完成により、本州から陸地島までつながることになった。つまり、県による園芸ベルト構想最後の施設として、そして瀬戸田町による観光振興事業及び農業活性化、さらに島並海道整備の関連事業として、 1998年3月日本初の柑橘類のテーマパーク、シトラスパークセトダが開園した。当初運営は、県、町そして内海造船の第三セクターであるシトラスパークによるものであった。翌1999年島並海道がつながったことから、島は観光ブームに沸き、シトラスパークもこの年に年間最大で約52万人が訪れている。 当時は有料であり、中心施設であるシトラスパビリオンなどに約500種の柑橘類を収集、瀬戸内海の遠景を楽しめる施設であった。2001年、香り風景100選に選ばれている。ただ一過性の島並み観光バブルが引けると、来園者数も減ったことから2003年シトラスパークは、経営に行き詰まり解散、2004年から瀬戸田町運営の無料施設となった。 そして、市町村合併のより2006年から、尾道市が運営することになり、こうした中で、年間入園数は2014年度時点で、約5万人までに減り、さらに施設の維持管理の問題から、市は休拝園を考えていた。そこへ、島並海道で徐々に起こるサイクリングブームの中で、市はここを、健康をテーマとした公園としてリニューアルすることを決め、 それに合わせ県が保有する敷地部分を死に無症状とされることになった。2016年現在で園内詳細は不明。健康をテーマとした観光公園でシトラスパーク時代の施設を再利用するとしている。ありがとうございます。